どうも、困った時はクラブで夜遊び、カンテラフットボールの森 P です。今回紹介するのは期待外れに終わった選手たち。育成年代から少なくない注目を浴びるサッカー界において、早い段階で飛び抜けた結果を残した選手には若くして日本の未来を背負うことが期待されますが、結果が出なければ全ては絵に描いた餅。若くから注目を浴び、そのまま第一線で活躍を続ける選手がいれば、慢心や早熟により下降線をたどり忘れ去られていく選手がいます。今回は残酷ですが将来を期待され伸び悩んだサッカー界のエドワード・ファーロングを紹介していきます。1人目は前園真聖。幼少期からマラドーナに憧れ、ドリブルのテクニックを磨いていた前園ですが、小学生で他校の彼女を作るなど恋愛においても早熟っぷりを発揮します。そして果実に入学すると1年生時からレギュラーに定着し、2年生で臨んだ高校選手権では準優勝を果たしました。そして当時の選手名鑑の特徴には、技術がしっかりしているとだいぶ荒めの評価を受けますが、ドリブラーとして注目を浴びた前園は1992年に横浜フリューゲルスに加入。しかし練習中に前園がフェイントを交えたドリブルでこれでもかとばかりにテクニックを見せつけると、加茂監督からはもっとシンプルにやれと叱られます。そんなチームの戦術に不満を持ち始めた前園はふてくされ始めると、開き直ったかのように夜遊び三昧。モテるために茶髪に染めてナンパしまくり、練習が終わると横浜から六本木に乗り込み、朝までクラブで豪遊。そんな乱れまくった生活態度では当然練習にも身が入らず、遅刻を繰り返すとトップチームにも上がれずに堕落した1年目を過ごしました。しかし1年目の終わりに前鎮に留学し、現地の選手のハングリーさを目の当たりにすると、初心を思い出しサッカーへの情熱を取り戻していきます。そこから持ち前のドリブルを武器に徐々に頭角を現すと、1994年にはリーグ戦で8ゴールを決め、完全にレギュラーをつかみ日本代表にも選出。そしてアトランタオリンピックを目指すアンダー23日本代表のキャプテンに任命されると、予選で大活躍しチームを本戦出場に導きます。さらにオリンピック本戦ではブラジル相手に勝利し、マイアミの奇跡と呼ばれる大金星を挙げ、日本中を熱狂の渦に包み込みました。このオリンピックの経験からもともとあった海外志向は強くなると、96年6月にはセビージャの関係者が日本を訪れ、チームに前園の獲得を打診しました。しかしチームは移籍金の満額である3億5000万円が支払われる場合のみ海外移籍を認めるという姿勢をあくまで崩さず交渉は破談。さらにセビージャ以外にも複数のクラブが横浜フリューゲルスに接触していましたが、その情報を前園本人に一切伝えなかったことが明らかになり、前園はクラブへの不信感を募らせていきました。そして当時の J リーグ最高額の移籍金である3億5000万円を払えるクラブはヴェルディ川崎しか残されておらず、クラブに不信感を抱いていた前園は97年1月にヴェルディ川崎への移籍を決意。莫大な移籍金から大きな注目を浴びましたが、前園は夢のスペイン移籍が破談したことにより気持ちが完全に切れてしまい、心ここにあらずでプレーに対しての気迫が全く感じられず、この移籍騒動をきっかけに前園のキャリアは下降していきます。さらにこの時期スター選手として前園さんの言う通りなど多くの CM に出演していたこともあり、ピッチ内での精彩を欠いたプレーとのギャップに批判が吹き荒れることとなりました。そしてとにかく海外でのプレーを望んだ前園は3ヶ月のレンタル移籍でブラジルのサントスに加入。しかし一度狂った歯車は元には戻ることはなく、サントスでもすぐに出場機会が失われ、その後は様々なチームを渡り歩くもかつての輝きを取り戻すことはできずに2005年に引退を発表しました。そしていろいろあった末に現在はタレントとして活躍しています。2人目は梶山陽平。ゴルゴ13バリの渋めの見た目でスナイパーのように正確な無比なパスを通しまくり、抜群のキープ力、卓越した技術で誰もが天才と称した希代のゲームメーカー。そんな梶山は小学校1年生の時にサッカーを始めると、早くから才能を見出され江東区の選抜チームに選出。そこから FC 東京のユースでその才能を磨くと、クラブユース選手権で優勝を経験し、16歳の時に初めて年代別日本代表に選出されました。そして高校3年生の4月に J リーグデビューを飾ると、高校生ながらリーグ戦3試合に出場。さらに高校卒業後の2004年には FC 東京とプロ契約を結び、この年の J リーグ優秀新人賞を受賞しました。そして同年8月にはスペインで行われたデポルティーボ・ラコルーニャとの親善試合に出場した際には、決勝点となるミドルシュートを叩き込む大活躍。その試合を観戦した現地ジャーナリストのヘススアレスは、すごいな、
サッカー雑誌のコラムで梶山をミカエル・ラウドルップのようだと大絶賛し、今すぐリーガ・エスパニョーラで通用する選手と断言。そして2008年の北京オリンピックでは香川や本田を差し置いて背番号10を背負うなどチームの大黒柱として君臨し、 A 代表に一番近い存在と言われていました。しかしその後は怪我に悩まされたこともあり、海外で結果を残し A 代表で大活躍する本田や長友、岡崎などの同世代と差が開いていくと、梶山も2013年1月にギリシャのパナシナイコスへのレンタル移籍を決意。世界にその才能を証明するチャンスでしたが、連動性がなく個人の打開に頼る戦術の中で孤立すると徐々に出場機会が減少。結局リーグ戦7試合の出場にとどまり、6月末には FC 東京に復帰が発表されました。その後は常に怪我がつきまとい、期待されたような成長曲線を描くことができずに、北京オリンピックに選ばれたメンバー18人の中で唯一フル代表に選ばれることはありませんでした。そして2018年限りで現役を引退すると、ユーティリティすぎて投資にまで手を出している井ノ原から、実業家の知人が運用する高配当を約束された怪しすぎる投資に誘われますが、そんな甘い話があるわけもなく、梶山が失った額はなんと2500万円。大損こいてブチ切れた梶山は井ノ原とその知人に損害賠償を請求する裁判を起こすなど、なかなかいかつい投資トラブルに巻き込まれました。そして引退後は FC 東京の普及部コーチに就任し、指導者としてセカンドキャリアを進んでいます。最後は財前信行。正確無比にあらゆる球種を蹴り分ける天才的なパスセンスは、中田英寿が見本にするほど同世代では図抜けており、倍率約400倍とも言われた読売ジュニアユースのテストではボールを持った瞬間に合格。そして93年に日本で開催されたアンダー17世界選手権でその才能が世界に見つかります。グループリーグ3試合全てでマンオブザマッチを受賞し、日本のベスト8進出に貢献して大会ベスト11にも選出。この活躍により後のローマのレジェンドであるトッティをしのぐ評価でスカウトたちの度肝を抜きます。そして17歳だった財前は世界に標準を合わせ、高校卒業と同時にヴェルディ川崎と契約したままセリエ A のラツィオへと留学。しかしまだ体が出来上がっていなかった財前は、左膝の前十字靭帯断裂という選手生命を脅かすほどの大怪我を負ってしまいます。そして全治8ヶ月から1年との診断を受け、リハビリに励むこととなりましたが、その半年後にスペイン一部のログロニェスへの移籍が決まると、早くても全治8ヶ月にもかかわらず復帰を急ぎチームに合流。そしてこの焦りが裏目に出ます。入団して3ヶ月後に再び左膝の前十字靭帯を断裂。選手生命に関わるほどの大怪我を短期間で繰り返したことにより、財前は公式戦に1試合も出場することなく帰国を余儀なくされてしまいました。そしてヴェルディに戻ってきた財前はクロアチアのリエカ在籍を経て、1999年にベガルタ仙台に加入。すぐにスタメンの座に定着し活躍しますが、移籍して6試合目で3度目の靭帯断裂の重傷を負います。21歳にして3度目の靭帯断裂という絶望的な状況に財前の心は折れかけますが、それでもチームは背番号10を開けていつまでも君を待つと財前に激励の言葉を送り、その言葉に奮い立った財前は復帰を目指して懸命にリハビリに励みます。そして1年後の復帰戦でチームの決勝ゴールをアシストし、待っていてくれたチームの期待に応える活躍を見せます。そして2001年の11月、ベガルタ仙台にとって勝てば悲願の J1 昇格となる大一番を迎えたリーグ戦の最終節。試合は0対0のままスコアが動かずに後半アディショナルタイムに突入すると、財前がスーパーボレーを叩き込み1対0の劇的勝利。怪我から見事復活した財前はクラブを史上初の J1 昇格に導きました。それ以降は大きな怪我を負うことはなく、2012年1月に17年間のプロ生活を引退しました。度重なる怪我により世界で活躍する姿は見られませんでしたが、選手生命を脅かすほどの重傷を3度も負いながら35歳まで現役を続けたことは、多くの人に諦めない気持ちと勇気を与えました。というわけでいかがだったでしょうか。期待外れに終わった選手たちという動画だったんですけども、いやそれでも人生一度でもね、こう期待されたことがあるっていうのは素晴らしいことだと思いますので、お三方のこれからのセカンドライフ応援しておりますので頑張ってください。あと皆さん、ちょっと今回皆さんに真剣な真面目な話があるんですけど、というのもウィーレですか、ウィーニングイレブン、サッカーゲームですね、今 e フットボールって名前かな、そのことでちょっと真剣な話がございまして、担当直入に言うと、期
北澤剛さん、ちょっとウィーニングイレブンの解説やりすぎじゃないですかね。僕今回ちょっと調べたんですけど、北澤さん2009年からウィーレの解説やってて、今23年なんでもう14年になってるんですよ。これ結構すごいことですよね。まあ、でただずっと長くこうやってる分にはいいと思うんですけど、なんかね、こう北澤さんの選手への評価、今のはいいシュートですねとか、ちょっと悪いシュートでしたみたいなのが、ちょっと影響力を持ちすぎてるんですよね。やっぱサッカー界で一番権力あるのってウィーレの解説じゃないですか。でその権力が分散してる分にはいいんですけど、今北澤さん一点に集中しすぎちゃってるんですよ。わかります？これ他の業界で言うととんでもない独占状態なんですよ。まあ、異常な状態、今こうサッカー界は異常な状態に包まれてるんですよ。こう北澤さんがこう叫ぶか叫ばないかでこう選手の評価が変わるみたいな、お今のいいシュートだとか、ちょっと今の選手のプレースピード遅いですねとか言ったら、こう見てる方もやってる方も、あこの選手はちょっと悪い選手なのかなとか、ひいてはスカウトとかも、あこの選手は良くないのか、北澤が言うてるもんなみたいな感じで、北澤さんがなんて言うかで結構選手の評価が変わるというか、キャリアが左右されるような状態になってるんですよ、っていうのがまず一つで、ウィーニングイレブン、ウィーニングイレブンっていうゲームの成功って皆さん何だと思います？まあ、ゲームが売れることですか、まあ、サッカーが普及することですかね。違うんです。ウィーニングイレブンにとっての成功は北澤さんを超える才能を発掘することなんですよ。ねえ、ただ皆さん見てください、 e フットボール解説者誰ですか？北澤さんなんですよね。わかります？こう北澤さんを超える才能を見つけ出すっていうことで始まったゲームウィーレなのに、北澤さんを超える人材を発掘できてないんですよ。まあ、この時点でまあ失敗ですよね。でサッカーゲームとかって大体、まあこうね、1対0でこうスコアが高い方が勝ちでいいじゃないですか。まあ、ゲームなんで、まあ、芸術ではないですよ。ただ最近はもう北澤さんの思考やもう好みとかがそっちを優先になっちゃってるんですよ。ねえ、結構異常な状態でしょ。わかります？でなんでこれ僕が言えてるのかっていうと、僕は北澤さんのご恩で売れたことが一度もないんですよ。他の人たちは結構ありますよ。なんで北澤さんが出してる本、父親という名のポジション、これ面白くないって誰も言わないですよね。ねえ、Amazon のレビューが一件しかついてないぞって誰も言わないでしょ。全員読んでるはずなのに。聞いたことありますか？メッシ、ロナウド、ハーランド、エンバペが北澤さんの本について語ってるの聞いたことないでしょ。これなぜかというと、みんな北澤さんのおかげで売れてるからなんですよ。これがね、かなりちょっと業界、サッカー業界全体としては不健康な状態だからね。ジョン・カビラ君とかってどう思ってるんですかね。ねえ、絶対カビラ君もなんか思ってるでしょ。ねえ、まあ、言えないか、ね、カビラ君もなかなか言えないですよね、隣にいるんで。まあすいません、ちょっとカビラ君ちょっと名前出しちゃって。まあでもこの動画見て、いやお前誰やねんと、お前の動画いいって思ったことないわっていう人、いや僕の動画はイークラチャレンジと一緒なんで、わかります？僕の動画をわからないってことは、イークラチャレンジが意味わからないって言ってるのと同じなんで、恥ずかしいんでやめた方がいいと思います。はい、なので僕が言いたいのは、北澤さんちょっとウィーレの解説者やめてくれないですかっていうことですね。はい、なので皆さんもちょっと意見があると思いますので、コメント欄にてお書きください。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。あとダイナモって何？